久保さん、個人力の時代ですね。今回、吉谷拓郎っていう SEO の名前にしましょう。<laughs> あの僕があの意識してるのが、商品を売るんじゃなくて自分を売るってことですね。なんでかっていうと <laughs> あの、商品を売るっていうことは大事なんだけども、商品力。 であるならば、その商品力が欠けたとき、商品力が落ちたとき、物が売れなくなります。だけどあ、まあその、そのユーザーはね、その商品が欲しいから買うと。じゃその商品がなくなったらあー、もしくはアップデートがクソになったら買わなくなると。だけど僕が言うのはアップル信者みたいなものですよね。<laughs> アップルが出すものは買うみたいな。 吉谷拓郎が言うものであるならば買うっていうものにしていきたいんですよね。まあ、これは結構大変なんですけど、ただ、これが一番僕が最強のマーケティングかなと思います。個人力で言うならば、あのだから要は僕がドリアカの吉谷ですって言わないのが、あのドリアカをやってるんだけども、吉谷さんは まあこれ、まあ先かも先か逆かだけの違いなんですけど、僕は先を吉谷っていう風にしたいんですよね。こいつみたいな。うん、ドリアカが先じゃなくて、吉谷が先なんですよ。うん。だから僕は多分ドリアカの吉谷ですとは言わないですね、僕は。うん、何も名乗らないっていう。多分ね、僕ね、あの、まあメルマガはね、吉谷ですって書くんですけど、動画はね、 吉谷って名乗らないですね。うん、名刺配らなくても、向こうからこの人ってどういう人なんだろうみたいにさせたいっていう <laughs>。これはあくまでも僕の戦略です。まあだから、あの、いいか悪いかは、わかんないです。僕が、あのー、動画で名乗らないのはあ、そういう感じですね。うん。まあ一応本も出してるので、うん。本と、本、本,本名で出してるしね。 うん、いらんかな、っていう。だから要は、この人ってどういう人なんだろうこの人の名前って何だろうってなった時に、別に出てるし、本も出てるし <laughs>。うん、だからそう、そういう風にさせる。だから要は、まあ、あの、これからの未来の、なんか、ね、与ザさんのやつ、久保さんもやってましたけど、<laughs> 販売がいらないっていう。だ販売をいらなくするっていうのはどういうことかっていうと、向こうから、 あこの人って面白いなとか、この人ってどういう人なんだろうっていう風に思わさせるっていうのが、うん、大事なんじゃないかなと思うんですよね、うん。ただし、あの、セールスもしっかりしますけどね。ただし、セールスは僕はしっかりしますけどね。そうは言っても。そうは言ってもセールスはしっかりすると。<laughs> だから時代が流れたとしてもこんあの、セールスはします。でね、これはセールスはね、 あのダイレクト出版さんの小川さんがポロって言ってて、あ確かになと思ったのが、セールスはモチベーション、顧客のモチベーションであると。だから、んんしっかりとセールスしてあげた方があが、その顧客のモチベーションにつながるっていう、うんなんだろうな、例えばな、なんかヤクルトの話してたんですけど、そのヤクルトに興味なかったけど、そのヤクルトってこうなんですよと、みたいに、この、 その価値というか、ヤクルトすごいなっていうところで、えー、説明されて、それを知ると、ヤクルトにを飲むモチベーションが上がるみたいな。ただし、それを何も知らない状況だと、ただのヤク,ルトかヤクルトかみたいなね、今更ヤクルトみたいな、今更ヤクルトとかねただのヤクルトなんですよ。ただしこの、このヤクルトっていうのは、あのーまあ、そのヤクルトレディーからしか買えないし、 ここでしか買えないと。一般のスーパーにも売ってないし。で、このヤクルト400っていうのは、いろんなこういう機能があって、こういう機能があって、こういうのがありますと。で、しっかり伝えることによって、顧客のモチベーションが上がる。あ,あ、そんないいものなのか、みたいなね。で、飲むときも、ただのヤクルトじゃなくて、俺は健康にいいぞって飲めるっていうね。なんかそういう話をしてて、あ、確かになと。だセ,ールスをししセールスというのは、顧客のモチベーションであるっていう言葉はね、すごく僕は。 あいい考え方だなと思いましたね。しっかりとセールすることによって顧客のモチベーションを上げるみたいな。うん。まあ話は脱線しましたけども、まあ個人力を上げる上で大事なことっていうのは、名刺に頼らない、えー。名刺に頼らなくて、まあ裸の王様でも勝負できるみたいなのが、まあ究極かなと思いますね。うーん。そう。 ただ自分自身を磨くっていう。だから、内から出るものを磨くって感じですかね。まあ、この億万長者合宿のやりとりの言葉に合わせるならば、内から出る言葉がどれだけあるのかっていう。でも、その、内から出る言葉が少ない人っていうのは、多分、じ、個人力がないんでしょうね。うん。個人力がある人っていうのは、多分、湧き水のように、内から様々な言葉が出てくると。それは力があるからと。 パワーがあるからまあそのそれを因数分解するならば個人力パワーを分解すると何か心の中で燃える情熱だったりとかその感情的な部分があると、うん、僕は少なくてもありますねうんなんかやってやるぞっていうね、まあ、昭和魂みたいなね昭和魂みたいなクソやったるぞみたいな気持ちはやっぱあるので特に僕なんかは情報商材屋っていう世間からは あのカスみたいなあ人間と思われてるので、じゃあカスでもやったるぜみたいなね。うーん。だから多分一般的に情報商材屋って本当にいいイメージないし、あの詐欺集団みたいな多分レッテルなので、まあ、しょうがないと思います。実際あの、それが事実としてあるわけですから。だけど俺はちゃんとやるぞみたいなね。だから逆に良かったなと思いますね、僕は。そ,それ だからみんなその綺麗な綺麗ななその建前が綺麗な方向に行くんだけど逆に建前が汚いほど自分が燃える、燃えて、燃え,燃えることができる。クソみたいなね、うん。なんか言われれば言われるほどクソみたいな。じゃあお前よりやってやるぞみたいなね。 うん、だからこれはね、なんか高橋がなりさんと僕は去年ね、あのー、お会いしましたけど、やっぱ高橋がなりさんも言ってたのが、やっぱ俺が良かったのは、その世間から評価されないアダルト業界だったから良かったっていうことを言ってましたね。まあ、どれだけ信用積んだとしても、あの銀行から融資がもらえないっていうね、<laughs> 世間一般的にどうせアダルトのなんか会社だろうって思われる。だからそれが良かったっていうことを言ってて、すげえそれは僕もね、 なんか感じるところがありますね。で結構ね、僕は、あの、がなりさんではないですけど、ガなりさんの考え方、思想っていうのは結構、似てるところ、共通ポイント結構ありまして、うん、なんか、親父になったら、なんか、あんな感じにね、だから、あのー、悩み相談とかもやってるんですけど、まあ、それで、高橋がなりさんの、前向き人生相談室をパクったんですけど、だか60を超えたあたりに、まあ、あんな同じようなことやろうかな、つって、今からやってるんですけど、 うん、まあとりあえず個人力っていうのはうち、まあ、から出るものがどれだけあるかっていうのがとこですねでもうちから出るものをあの磨くためにはまあ自分自身とこう常に戦っていかないといけないんじゃないかなと思いますけどねうんだってこ個人力っていうのは自分じゃないですかなんで自分 日々戦っってててて自分に勝勝勝るかかないかっていう勝負ですよねだから、市場の勝負というよりかは、自分との勝負ですね。あ、眠たいな、でもやるみたいなね。なんかそういうちょっとずつの,あの積み上げというか、ちょっとずつ乗り越えていく。だから、その、自分の中で、えー、天使の自分、悪魔の自分がいて、まあ、今日はいいんじゃねっていうところで、 もう一歩みたいなだからそういう、そういう戦いを常にしている人は強いんじゃないかなと思いますね、個人力が。うん、でも、常に自分に負けている人は、まあ、個人力は上がらないでしょうね。うん。はい、いってらっしゃい。